ってよ、こちらへ。マイケル、こっちまで来てくれ。よし、マイケル、君は裁判までここにいてもらう。いいか。はい。裁判の日取りが決まったら、また君に伝える。よし。あ、そうなんだ。マイケルと。待てよ。もう、俺は、入院だ。入院熱が出た。どういうことですか。頭が熱い。真っ白の面会見たらちょっと病院に送ってもらおう。すまない、すまない、待たせてしまって。お疲れ様です。大丈夫ですか。だいぶ疲れ、え、とか、いや、大丈夫だ。ちょっと熱があるだけだ。ちょ、鎮痛剤とかあります？いります？ああ、大丈夫、大丈夫。どうした？あれ、マクドナルドさんから話聞きたいんだっけ？マクドナルド、今、署の前にいるぞ。ああ、そう、いるの。どうですか？ちょっと待ってくれ。今いっぺんに来られると、ああ倒れてしまいそうだ。ばあさん何番です？で医者呼ん、もみちゃん呼びましょうか。五郎さん、まずみんなをちょっと応接応接、やばいってやばいって、これみんな行きましょう。応接マンっていう応接マンがないんだよね。この前僕事件が、なんか会見室みたいなとこ、ジャックばあさんに連れてもらいましたよ。コロンさんに事件が、テレビバイスとか、そこでいいから、みんな今疲れてるから、雨がひどいんだ。行こう。有坂さんって捕まえなくて大丈夫ですか？お見事超えたね、君。僕はわかんないんだけど、なんだっけ、何をしてたんだっけ。所長、何か言ってますか？ああ大丈夫大丈夫。本当にコロンさん、待て、ちょっと救急隊の方が良くない？大丈夫、とりあえず、ゆっくり寝る。どうしたの？事件が、ヒューマンラボを襲撃の時に、キミトさんとライアンさん、事件はな、解決した。あー、解決そういう、逮捕できたんですか？で、ドラムは警察で身柄を扱った。でも、モズも一緒でしょ、大丈夫なのか？いやー、それは大丈夫だ。だから、町のみんなにもう安全になったという記事を書いてほしい。わかりました。とりあえず河野さん、座りましょう。よろしく。バウ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 、これ大丈夫か？呼びましょう。まーす。はい、いる。正則か。どうしたの？まさに、すまねえ。事件で、いろいろと働きすぎちまったみたいな、俺も焼きが回ったな。そうだろう。熱出して倒れちまった。大丈夫か？風の噂で、お前が知っちまったら、さっきあんなこと話してた手前、不安にさせると思ってな、呼んでもらった。もう十分不安だ、今。大丈夫だ。命に別状はないのか？ないと思うぞ。わからないが、大事なことを言わないと。事件は解決した。本当か。町に平和は訪れる。雨は止むぞ。ありがとう。本当に。まだすまない、いっぱい被害を出してしまった。いや、被害者には申し訳ないが、これで収まったのがいい方だろう。本当はこんなこと一人たりとも出しちゃいけないんだが、五人もだ。うん。そしてその間、町のみんなに多大なる不安を強いた。これは俺の不徳の致すところだ。バウアーだけのこういう責任を感じちゃいかんやろ。それはみんな平和ボケしすぎてたんだ。そうかもな。でもその平和ボケを俺はずっと守ってたい。
俺はボケた飲んだくれ所長でいいんだ。そっちの方がいいんだ。慣れないことしちまった。こんな焼きが回っちまったよ。いや、アウアーだからみんなついてってんだぞ。飲んだくれてもいいじゃん。サボってたっていいんだよ。アウアーが、金が通ってる人間だからついてってんだ。無理やり強いてしまったんだ。何をだ？みんなに。レムには我慢を。書院のみんなには苦しい操作を。雲をつかむような操作を。いや、みんな頑張ってくれた。これはでも大事なことだろ。アワー自身が自分を責める必要はない。ありがとな。あとレムのことに関してなんだが、ああ、俺が教えれないことをアワーが教えてやってくれた。感謝しかないぞ。そんなことないよ。お前はレムの親父だ。俺はただ一方的にはそう思ってるかもしれないけれど、レムの、まあ俺はなんだろうな、考えた。書院ってなんだろうって、俺にとってみんなってなんだろうって、結論は出た。なんだそれは。親友だ。親友か。うん。みんなな。素敵なことじゃん。もちろんお前もな。俺もそう思ってるよ。でも正則、やっぱお前と話すとちょっとなんか体が楽になった。うん。そんな俺には何の力もないよ。無力だ。おい、マサノリ見てくれ外。あ、晴れたな。晴れたぞ。いや、晴れたな。バウアーが晴らしたんだ、この街を。いや、警察みんなだな。おお。ああ、無理だな。何の話ですか？いや、多分あの見ればわかる。なるほど。うん。まさか所長？ちょっと長さん、俺手錠かけてもらって携帯外せなくなっちゃった。こんな格好する。ダメだ、やべ。歪んでるわ。ネクタイないよ、所長。いや、ちょっともうそれは今さら、あの。あ、そう。ちょっと一回瞑想します。マイケル、髪の色よく合わせられましたね。こんな、私がこん…なんですか？なんでもない、あの、こんな格好をするのは不本意なんだから。はい。いや、すいません、なんか所長が危ない目に遭うかも。違う、ちょっと待ってあ、マイケル、私がこんな格好をするのは不本意なんだが、はい、君を護衛するためにはここまでしないといけない。警察としてやっていただけるってことですよね。もちろんだ。生きて裁判所に連れて行くために。その感じはもうエンターテインメント味が違う。違う、わかりました。違う、これは至って真面目の、はい、本当にこの町のための裁判のための作戦だ。2人のマイケル計画。2人のマイケル計画。君、名前を消しといてくれ一応。あ、はい。所長が襲われるんであれば襲われるとこみたいな開始も何も誰もいないけどな、周り。本当ついてきてる。
やべえ、先に行けて怒られた。見たかったのに。入るぞ。はい、お願いします。あ、どうした、市長だぞ。それでは開廷いたします。ではまずは被告人にですね、人定質問を行います。被告人、名前を述べてください。アイケル・モイヤーズです。はい、ご本人で間違いないですか？はい、かしこまりました。それではこれから被告人に対する連続殺人事件について審理を行います。検察官は起訴状、失礼しました、起訴状を朗読してください。この度マイケル・モイヤーズは連続殺人未遂事件に関与したとして、5件の殺人未遂で起訴させてもらう。それでは今バウアーさんが朗読した、起訴状、控訴事実について、被告人、あなたにお尋ねしますが、内容はその通りでしょうか、それともどこか違うところがありますか？いえ、バウアーさんが述べたので間違いありません。ではあなたは5件の殺人未遂容疑を行ったというところで認めているというところでことですね？はい、承知しました、ありがとうございます。それでは、証拠調べ手続きに移ります。検察官はですね、証人を呼んでいただくか、あるいは証拠を提示してください。まず今回の殺人未遂、5件の殺人未遂事件について、簡単に証拠から、説明させていただく。はい、全件について被告人マイケル・モイヤーズは容疑を自供、事件に関与していることを認めた。次に関しては、精神鑑定をこちら警察の方で行っていただいた。その際に転移逆転移先生による精神鑑定を行ってもらい、犯人の精神的な特徴、そして、刑事責任能力の有無について確認していただいた。以上7つの点から、結論としましては、被告人は反社会性パーソナリティ障害であるが、心神喪失および心神耗弱の疑いはなく、刑事責任能力を有していると指摘しうる。以上が私からの証言となります。では、被告人、こちらについてですね、質問や反論などございますか？ここにありません。一旦ですね、この段階で、裁判員の方ですね、これまでの内容について、質問や、そういったものございませんでしょうか？大丈夫そう。一つよろしいでしょうか？はい、お願いします。はい、猫カフェの店員の田山役もと申します。マイケル・モイヤーズさんに質問させていただきます。ペイン先生の証言の中で罪悪感がないという言葉があったんですけども、それは間違いないですか？はい、その通りです。それはつまり事件の後何の罪悪感もなかったということですよね？うん、殺人未遂した人たちへの罪悪感は全く感じませんね。それは今もですか？はい。サブちゃんの顔を見ても何も感じませんか？そうですね。以上です。承知いたしました。今回の事件にね、あなたが述べたいこと、あるいは、まあ、今回実況、ご自身の発言認めておりますので反論等はないかと思いますが、そういったですね、話しておきたいことがあればここで今話してください。ここに反論等はございません。本当に今この法廷で述べられたことが事実であり、すべてそれは僕が行ったことです。特に反論はないです。承知しました。はい、どうぞ。すいません、まあ、一つだけちょっと言いたいことがありまして、はい、最後僕が逮捕された時のことなんですけど、僕の事件が起きている時に
犯人がまだ見つかってない事件があったんですよね。それについて警察の方から、まあ、僕がやったんじゃないかと問われる時があったんですけど、それだけちょっと気になってるなという感じですね。かしこまりました。それは、バウさんが最初に述べたの、殺人未遂事件以外にも、まあ、あなたがやったんじゃないかと思われる事件があったと、まあ、警察の方おっしゃっていたというところでよろしいでしょうか。はい。あともう一つちょっと進言したいことがあります、裁判官。はい。先ほど5件の殺人未遂の件について、はい、いろいろな方が証言していただいたんですが、その5件以外でも僕は心なき市民を109人殺しました。109人。はい。5件が未遂なので、まあ未遂プラス109人の心なき市民の方なので、まあ合計114人ですかね、未遂を含めると。それだけちょっと言いたかったです。これは多分警察の方でも感知してなかった話だと思って、それだけです。決まりました。はい、はい、よろしいでしょうか。はい、どうぞ。メカニックのセレナ・ソングと申します。この度自供をなさったということなんですが、この自供をした理由というのをお聞かせいただけますでしょうか。はい、そうですね、少しこの場にふさわしくない言い方になるかもしれませんが、先ほども109件の時に同じような言葉を使ったんですが、見つけて欲しかったって109件の時は言ったんですが、その僕はこの5件の殺人未遂の事件を起こしている段階を踏んでいる時に、本当に警察の方には実直で本当にこの事件に解決にまで持っていこうとする熱といいますか、そういうのをいろいろ感じたんですよね。バウアーさんとも何度か、まだ僕が捕まってない時にお話させていただいたんですが、まあその何ですかね、事件に対する率直な思いが僕の中で何か自供したいという気持ちになったのかもしれません。うまいことちょっとまとめられないんですが、そういう感じですね。ではこれで証拠調べ手続きを終わります。双方がですね、この後この裁判に何を求めるかというところでご意見をお伺いします。まずは検察官バウアーさんからお聞きします。論告求刑、被告人に対するですね罪、どういったものを求めるかというところをお話し願います。承知しました。検察から最終意見を申し上げます。被告人は極めて残忍かつ非人道的な事件を何件も繰り返した。これは到底許容のできない出来事です。同時にこの町の住人に対する恐怖心、そしてこの町の住人に対する、与えたプレッシャー、計り知れないものだと思います。その点を鑑み、被告人に対しては、最も重い刑を求刑すべきと考えております。しかし被告人は自供をする旨があったり、先ほども述べた通り、事件に対して我々警察が感知しえなかった件までも自供をしている。この点に関しては被告人が今後更生をしていく可能性はまだ残されていると思っているのも正直なところです。結論から申しますと、以上のことから検察側は被告人に対して無期懲役を求刑いたします。では被告人、
今のですね、検察官の論告求刑を受けて何かお話ししたいことはございますか？特にないですね。甘んじて受けたいと思います。では最後にですね、これで審理を終わりますが、裁判所に対して何か述べておきたいことございますか？本当に今回僕が行った事件でいろいろな人たちにご迷惑をおかけしたことを心から深くお詫び申し上げたいのと、この僕が起こした事件でこの町がさらにいい方向に向かうように願うばかりです。それだけです。ではこの後ですね、裁判員の皆様から、罪刑の方向性についてご意見を伺いまして、当裁判所にて被告人あなたの判決を決定します。この判決の言い渡しについてから、ついてはですね、約10分から20分後にですね、行う予定です。それまでですね、再度、ちょっと申し訳ないですが、下のですね、交流所の方で、お待ちください。はい、また、傍聴席の皆様におかれましても、10分後から20分後にですね、判決を言い渡しますので、再度その際にお戻りいただければと思います。それではこれにて審理を終了いたします。皆様ありがとうございました。バワさんどうでした？どうでしたというと、いや、こう今何かバワさんの中で何か思うことがあれば聞いときたいなと思って、ただただ好奇心ですね。思うこと、はい。まあ僕君は、はい、自分のしたことが当然わかっているか。そうですね。なのであの109件のことも裁判官にお伝えしました。そうだな。自供したことは素晴らしいと言ったら言い方は変だが、君の素直なその報告は、とても警察側としても犯人の態度として評価できるところではある。ただな、やはり君がこの場で嘘をついていないとするんであれば、君から罪悪感が一つもなかったということが本当であるとするならば、それは仕方のないことなのかもしれないが、私からすると少し悲しいことではあった。私と話を重ねていくうちに君が少しずつ心を開いて、人格まで変わることはないと思うが、変化があったのかなとは思ったが、それは私が少し期待しすぎたのかな。だったら君はそれを、答えを見つけ出すんだ。檻の中で。当然無期懲役、長い服役になる。ただ、人との面会や何かしら接触するっていうことは今後一切遮断されるわけではない。もし君の中でその、罪悪感、自分が感じた罪悪感に似た感情が答えが見つかった場合は、それはすぐに教えてほしい。はい。決して君はここで舞台の殺人鬼の役者をやっているわけではない。君は実際にこの町で殺人鬼になったんだ。それは拭えない事実だ。はっきり言ってしまうと、そうだな、この町の住人は君に対する信頼、信用、そして好感度、そういうものはもうゼロだ。そしてここからそれが回復するかどうかは極めて可能性は低いだろう。だけど君はそれをできないと思っても、回復するために努めていくのが、それがこの町でできる君の食材だと私は思う。でも人間は更生を不可能になるわけではない。更生することができなくなるわけではない。
身の中でできる構成をこれからは続けてほしい。それが私からの願いだ。どうもあれだけ引っかかりますね。あれだけ引っかかる。深澤エボシさんの件です。ああ、それか。だから、まあ、レッドランプとしての。それは君の中でどう引っかかるんだ？レッドランプ。自分が、はい、犯人に思われたことが、納得がいかなかったのか、それとも真犯人を見つけてほしいという思いなのか、それとも単純な好奇心なのか、どういう引っかかり方なんだ？後者2つですね。後者2つ。犯人と思われること自体は正直どうでもいいです。まあ、むしろ思われてもいいぐらい。そこはどうでもいいんですが、まあ、好奇心と一体真犯人は誰なのか、これが分かったらぜひ教えていただきたいですね。タイミングがあまりにも良すぎたので。そうだな。全くもって、おそらく凶器は深くは聞いてないが、発砲事件はなかった。鋭利なものだろう、うん、そうなると自然と君という警察側の捜査の中での流れだったが、全く関係ないとなると私たちもそこは当然これから身を引き締めないといけないところではあるな。逆にそこは僕がやってないっていうのは 嘘と思わなかったんですね。逆にここまで白状してそれだけ否定するというのは辻褄が合わないだろう。なるほど、うん、なぜ一件だけ君がもし本当にやっていたとするのならば隠すか、理由はわからないし、それでそして被害者の状況を考えると一番軽症なのも烏帽子なんだ、うん、だから君の犯行じゃないと考える理由もこちらにはある。それでは判決を言い渡します。被告人は証言台の前にお立ちください。主文、被告人を無期懲役の刑に処する。また刑務所内では精神治療などのケアを継続的に行うことを命ずる。では理由を述べます。本判決を導いた理由としては3つ。マイケルよ。はい。気をつけろよ。そうですね。プリズンは安全じゃないからな。今日だけでも何か一緒に来てやることできるんですかね、仲間で。まあ一応最初はついていくけど。はい。今誰か送られてるってあるんですかね。今一応山本さんが送られてる。なるほど、いろいろまずそうですね。うん、いろいろちょっと所長に聞こう。どうしたらいい？大丈夫。じゃあ角部屋20番に入れとくか、とりあえず。護送完了。お疲れ様です。よくやったみんな、素晴らしい。とりあえずは護送完了だ。よし、マイケル。はい。いいか、とりあえず君は身の安全を守ったままプリズンまで護送された。はい。ただな、今後君の命を狙う者は現れるかもしれない。警察もできるだけ、ま、身を守りたいが、町が正常化した今通常の犯罪も行われる。だから自分の身は自分で守るということもやってくれ。はい。必要とあらばプリズンの中隠れたり。わかったな。わかりました。花火大会したんですか？あれ言っとけよマジで。レムにどうした？レムに言っとけよ。何どうしたどうした？むちゃくちゃすなって。むちゃくちゃ、何どういう蜂の水やん、あいつ毎回。あ終わってるって普通に。何やねんって。おうわ、ヤマト、バカ野郎、なめんなよ。おめえを殺すために来てんだよバカが。まずい、固まっ、マイケルが刺された、マイケルが刺された、山本に刺された。
柳田、陽光炉さん、はい、あ、バイク。おはようございます。あら、ベスカーさん、おはようございます。おはようございます。今日は何してるんですか、皆さん。この後、例のやつを陽光炉に溶かしに行くんです。この間のやつですか。そうです、この間の続きです。ぜひ、私も見に行ってよろしいですか。ぜひご一緒にお願いしますや。ライアンさん行きますよ。行ってください、自分正面から行きます。これヘリ撃った方がいいですか。外外周にパトカー、左、左側に。了解です。ヘリがプリズン内着陸。いや、まだ上にいますね。てますか。はい。あ、やれたかな。ヘリやりました。見事です。警察来てるだろ。こちら屋上にいるのバレてますね。下おりますか。了解。いないな。この上だ。食堂が来た。パパ行きましょうか。いや大丈夫だ。ラリージャーショット救急隊かも。ホームズやった。さあおいで、迎えに来たぞ、マイケル・モイヤーズ。ダッシュだ、移動しよう。犯人が乗ってきたヘリと思われます。ダッシュだ。外だ。やっぱり大丈夫ですか。やめてくれ、いるぞ。グッ、いるぞ。やりました。おお、早い早い。では行こう、お前たち。マイケル・モイヤーズ、はい、この町は非常に優しい町だ。お前がどれだけの罪を犯そうが、結局のところ死罪はなく無期懲役だ。だが、お前がちょっかいを出したのはギャングだ。それがどういうことかというのをお前にちゃんと教えてやろうと思ってな。君は私の組織であるモズのメンバーに手を出した。それの制裁を加える。お前たちやれ、全部打ち込んでやれ。クラフトショーか。
中に。どこだこれ、ど、ちょっと待って、これか、影見える、やばい、周りは1、2、3、4、5、6、7、7、7、あ、何人ですか、なんか点は7、点は7ある、いや、うわ、え、何これ、めちゃくちゃいるぞ、中に、あ、あ、て、一人、二人外で、中のこの点は 1.1 一人カウントなのかわからないけど、ヘリの付近ですか、そ、外って、ヘリの反対側、反対側、了解、それやんない、それやっちゃおうぜ、撃てる、入り口付近、了解、撃てる、押しますか、待機しますか、あれ見える、ホームズ見えない、俺は待ってな、ちょっと待ってな、あのー、黒い車止まってるとこな、なんか赤黒い車止まってるとこ、これなんて言ったら分かりやすい、もしヘリの付近にいなければ押収しちゃいます、ヘリの付近はなし、ヘリの付近なし、了解、押収します、ヘリ大丈夫、ヘリ大丈夫、全然大丈夫、あー、そうそう、煙突付近、ヘリの付近は大丈夫ですか、ヘリ付近大丈夫、大丈夫、ちょうど君らの対角線上、了解、建物のすごい、これホームズ、屋根、自分がいる付近大丈夫ですか、ダウンしてる、や、屋根つけて、うん、上から撃ち下ろすか、ヘリ、ご視聴します、よろしく、来たら言ってください、了解了解、大丈夫大丈夫、まだ中にいっぱいで、そ、入り口の見張りだけ、了解、あ、一人ダウンしてるのが分かる、一人ダウンしてるの誰かも、めっちゃ人数いるな、これ多分、了解しました、一旦戻ります、 OK、 これかなり複数グループの共闘かもしれん、了解、聞こえる、聞こえる、どうしますか、じゃあ俺、工場の屋上上がりますね、 OK、自分の建物の付近はいないですか、所長、ちょっと場所が分からん、あ、いないいない、そっちはいない、おもちゃっぽい、おぉ、どういうことですか、これ、あった、では、マイケル・モイヤーズ、最後に言い残した言葉はあるか、しっかりギフトを受け取れて本当に光栄です、そうか、ではしっかり使ってきてくれ、ではな、あ、で何する？で、いや、それこそマイケルの結婚とかあればわかるかなっていうものもあるんで、まああるわ、だいたい、だいたいある、あるだいたいある、でも多分すごい量の結婚が落ちてると思うんだよ、すごいあるよ、あー、なるほどね、あるよ、それはある、うん、そうですね、で、一人5個しかいっぺんに持てないから、どうしよう、マイケルだ、まだ寝るかになるよ、うん、そんなんになります、え、どうなるの、いや、どうなるで、とにかくマイケル、警察として、そのマイケルの結婚だと分かったとしても今日は何もできないな、はい、とりあえずな、うん、そうですね、今日はできないとしても、うん、でも確認は必要だと思う、マイケル結婚だ、ここだ、一応気をつけてくださいね、所長、オッケー、怖い、なんだここ、なんだこれ、すごい、なにここ、は、なんだこれは、ターミネーターじゃないですか、これ、
ルビーバックですよ。うわー、ヒアリングしますね。え、多分いないと思うんですけど。マグマだこれ、気をつけてくれ。触ると大やけどだぞ。了解。血痕あるな、一応。 ありました？ここにある。拾えるやつ拾っとこう、とりあえずな。3人で15個拾えるはずだから。うわ、えげつ量。どこだ、どこ。よう、えげつ、ここ。うわ、やばい。あ、これはえ待てよ、これレン、見てみろ、上。これわかるか、この場所。これはあるんですけど拾えない。これは最悪のことを想定すると、やばいかもこれ。ちょっとこれ見てくれ、泉来れるか、こっち。これちょっとこの場所見てほしい、うん、やばい。で、上にもあるし、これはこれ場所的に焼かれたな。マイケルが未だ断定で死亡したと考えるのは早いかもしれないが、おそらく状況から見て、うん、まあマイケルは沈められた可能性は高いな。まあ捜索しつつって感じですか、うん、今後は。じゃあただこれに関しては市民に公にはしない方がいいな。まあ一番もより一層悔しいのが、うん、レム先輩がちょうど寝られたじゃないですか。そうだな。なんか M 先輩がいたらなと思う自分も嫌で。そうだな。M 先輩いたら100人力なら間違いないじゃないですか。うん、でも俺そのダウンした後そう思っちゃったんですよね。それが自分自身に悔しいですね、やっぱ一番。まあ。あいつは確かに対人戦闘能力とか運転技術すごく優れた部分あるし、今回の事件で人間の成長のな、大きく成長した部分もあるだろう。でもな、レンも泉も今回の事件でかなり成長したと思うぞ。そうでしょうか。まだまだだと思います。それは、いや、私から見たら、ありがとうございます君たちの今回の事件。まあ連日連夜ずっと現場に対応しっきりで疲れただろう。本当に、うん、よく頑張ってくれた。最後はレムがいようがいまいが関係はなかったと思う。うん、うん、向こうはもう完全に準備していた。山本も言っていた、プリズンで。俺はこれをするために8時間準備したと。俺たちが思ってる以上に被害者の恨みを持った被害者たちの思いっていうのはとてつもなくでかいのかもしれないな。そうですね。いや、結局守り通すことはできなかった。確かに難しい話だったかもしれないが、やりようによってはまだ方法はあったかもしれん。牢に、うん、牢に入れてる警備の人数を増やす、いや、いろいろあったかもしれない。でもこれだけ言えるのは、みんなは全力を尽くして今回のことに対応した。誰の責任でもない。全てはマイケル本人が始めた物語でもあるし、それもまた事実。恨まれて焼かれ溶かされ消し炭にされるっていうのならば、
それも奴が選んだ道の一つかもしれんし。さらわれ、吊るされ、焼かれ溶かされ、奴は何を思ったんだろうか。心の中にどういう気持ちを抱いたんだろうか。悔しさよりも俺はそれが気になってしょうがない。もちろん悔しさはある。悔しさと不甲斐なさ、情けなさ、いろんな感情がある。でも一番気になるのは、あいつは最後何を思ったんだ。今まで人の命を奪ってきて、生死観に関して常人とは常軌を逸した人間が最後死ぬとき一体何を考えたのか、一体それはどういう感情なのか、気になってしょうがないな。それはただ本人しかわからん。きっとモズたちにも何も言わなかっただろうな。事実は一つだ。マイケル・モヒアーズは殺人犯、凶悪犯罪者、無期懲役が確定した囚人、そして連れ去られ、おそらく溶鉱炉の中で今きっと鉄と一緒に溶かされてんだろうが、 DNA も出てる以上、これをどう捉えるかは人次第だと思う。被害者はわからんな。被害者の気持ちは難しいな。罪が決まってそれで納得したものは何とも言えない感情になるだろうし、罪に納得してなかったものはすっきりしただろうな。うん。それで一般市民、世論だ。世論ってのは一番怖いからな。被害者や当事者の感情っていうのはストレートなものだけど、世論っていうのは大衆に流された集団心理。群衆心理の一つだ。きっとこのことが公に出て、マイケル・モイヤーズの死を望んでたというものが多かったら、おそらくロスサントスの町のみんなは、よかった、あんなやついなくなってせいせいしたっていうことになるだろう。一方で刑事罰を受けた者は刑事罰を全うするのが妥当だと考える者もいるだろう。これはとても考えさせられる問題だと思うんだ。我々警察は警察である以上法律に従い、法律の下で働いているから、刑事罰が決まった者に刑事罰以上のものを与えるのはそれは違法だ。だけど俺個人でもし仮に、いや、私の過去の話になるが、仮にじゃない、これは実例だ。俺は妻を殺されたテロリストに、そのテロリストには情報をアメリカ合衆国に提供する代わり、テロリストの名簿だ、提供する代わり恩赦が言い渡された。国外での完全偽名、完全偽装 ID での新たな人生、何の不自由もなく暮らせるという約束。当然俺はどう思ったと思う。許せなかったさ。だから俺はそいつを自らの手で引き金を引いてとどめを刺した。これは俺がやってることは今回モズがやったことと変わらないんじゃないのか。状況が違っただけで、俺はあくまで今回は警察という立場。
ふと思い出した。自分の中の、自分の心の中のそういう思いを。今は私は警察で、法の下、事件に対応しているが、状況が違ったらそういうこともある。これは難しい問題だな。警察である以上はまあ間違いなく法の、法が答えだからな。それ以上の答えはない。でも個人的な感情で考えたら何とも言えない気持ちなんだ。警察としての悔しさはあるが、果たしてこの事件の答えは何が正しかったのかって、そう思ったら、一体どうなんだろうな。とにかく終わった。マイケル、レッドラムか、まあどっちでもいいか。すまなかった。